ああ、結構歩きました。超綺麗、イルミネーションが超綺麗です。インテルチャンネル行っちゃってる。今日はどこで何やってる。クリスマスからクリスマス、はあ、ちょっとあれで疲れた。ですね、今日は何しに来たというかと、天神に来ました。で、天神で何があるかというと、ちょっと見てこれ、初じゃない、初。そうなんですよ、私太鼓ね叩いてまして、ちょっと今日はその太鼓絡みの動画撮影になります。で、何するかっていうと、今日天神の、これはエルガーラホールとパサージュ広場というところで、NPO 法人ライフステージさんの主催でリズムやろうぜっていうイベントがあります。で、そのねイベントに行きました。で、何やるのっていうところで、まあ追ってね、いろいろちょっと撮れたらなと思ってるんですけど、もう何があって、私昔ねサルサガムテープっていうバンドをやってて、そのバンドの、梶原さん、カジ君が今回メインでされるっていうことと、あとやっぱその障害ある人ない人も関係なく一緒に遊びましょうっていうのは、まあ私の仕事のつながりでもあるね、障害ある人っていうところのテーマ。そして私はもうずっとね、10代20代の時そういう一緒に障害ある人とかと音楽をやってて、今もたまにやってるんですけど、今日はそのなんか大掛かりなイベントだっていうところで、これはもう撮るしかないっしょっていうところで来てみました。じゃあどんな感じになるか行ってみたいと思います。行ってみよう。ステージではリハーサルが始まってます。とにかく衣装がもうみんなかっこいいな。これ手作り衣装かな。はい、今日のビビモスさんの衣装、これガムテープでした。ははは、超かっこいいですけど、お兄さんギターも超かっこよかったですけどね、うんうん、ありがとうございます、ね、すげえ、ね、楽しみ。ちゃんとしっかりと練習したもん。あのね、成果出てますか。ちゃんと弾けてますよ。超よかった。出てますか。ビビモスやばい。成果出てますか。出てますよ。ガムテープのかっこいい。本番頑張ってください。頑張ろう。それでは行きましょう。Let's go with the ビビモス。ビビモスさんのライブが始まりました。もう1曲目からすげえ勢いがあって超かっこいい。すごいいいんですよ、これはライブで見るがいいね、一番ね。超かっこいい。
ライブ良かった、すごい良かった。ライブ良かったんだけど、もうね、この後あのリズムワークショップ、手作り楽器とリズムワークショップをがあるんで、その間でちょっとあのライフステージさんはあの事業所なんで、いろいろ物も作ってるってことで、それも見てみたいなと思います。真っ赤なお花のトナカイ、寒い。さあ、ここがライフステージさんのブースですね。あ、なんかいろいろ、あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、木工されてるんですか。はい、木工してます。あ、かわいい。積み木、積みにくいから積みにくいか。あ、これを、あ、これを何個積めるかと。本日最高4個、はい、行ってみましょう。全然ダメだ。全然ダメだ。この間カップラーメン積んだ時は8個積んだんですけどね、カップラーメン。はい、カップ積みにくいんですよ。よし来た、よし来た。でもここもこういっちゃう。積みか。さあ、リズムワークショップと打楽器作りですね。次は打楽器作りと、あ、お疲れ様です。お疲れ、カージさんです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ボーカルの方ですよね、先ほど歌ってた。めちゃくちゃかっこよかったっす。あ、これじゃあ受付ですね。はい、受付しましょう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。アジバラです。はい、ありがとうございます。今日はあの太鼓を作ってもらって、その後リズムで遊んだり、下に行ってカレーをしたりして、手作り、太鼓作りが始まりました。まずは好きなバケツを選んでくださいっていうことだったので、まあとかね、一番上の緑ちゃんをゲットしました。よし、やってみましょう。バツ印クロス。フィジーの隣お兄さん。海外の研修生も今日は一緒にやってます。まずは2本、まず2本。よし、やってみましょう。ガンガン張ってきます。こうやってこうやって張っていくとガンガン。よっしゃ、新しい色きた。次は色変えます。よいしょ、誰か色変えてきました。できました。あ、いい感じ、いい感じ。できた、できた。ちょっといい感じになれ。デコレーションもしようかなと思います。日の丸みたいになっちゃったけど。使う。来た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 。懐かしいサウンドが聞こえるぜ。できてます。そうなりました。はい、日の丸ね。もうありがとう。もういやーいやいやいや、なんかね、海外の研修生の人もいろいろ楽しそうに、なんかもう嬉しいっすね。楽しいです。イエス。さあ、楽器ができたことでリズムワークショップがそろそろ始まる気配がします。始まったよ、始まった。もう超楽しみ。
ちゃ叩きました、これ叩いて歩いて、おいおい言ってました。あはははは言いましたよおいおいって言っても、喉ちょっと枯れちゃいましたはい、頑張りすぎましたが、一回これでちょっと休憩が入って、次はパレードの練習をするそうです。はい、下でね、オイスカさんがやってるのを見に行きたいんですけど、ちょっとこの後どうするかは考え中です。ワークショップ と、パレードの練習リハーサルが終わりました。今から先ほどのライブがあった、パサージュ広場に行って、みんなでパレードしたいと思います。行ってきます。いよいよ太鼓の出番です。さっき副理事長さんから太鼓を叩いていいよって言われたんで、太鼓叩いちゃいました。行っちゃいましょう。超嬉しい、超嬉しい、超上がる。あ、黄色の方、黄色チーム、チーム黄色、チーム黄色。はい、行きます。よし、移動ですね移動ですね。さあ、今から下にパレードに行きましょう。嬉しい、ごい。イエス、イエス。先ほどのパサージュ広場にできました、ね、このゼッケンをつけてる人たちと一緒にいます。さあ、どんな感じなんでしょうか。あ、なんか何かいる。このイベントに
関して、本当にあの参加してくださったたくさんのボランティアの方々であったり、そしてサポートしてくれたうちのライフステージの職員の皆さん、そしてオイスカの皆さんであったり、本当にたくさんの人たち、沿道で偶然見かけた人、カフェで打ち合わせしているのに大きな音だなと思っている方も中にはいらっしゃるかもしれません。ここにいたらお客さん来ないのになと思っている方もいるかもしれないです。マルシェの方、でもマルシェの方一生懸命手拍子してくださってました。本当にありがとうございます。幸せな空間になればいいなというふうなところでこのイベントやっております。どうぞあと4分だけお付き合いください。ちょっと賑やかですけれども、あと4分だけお付き合いください。ということで NPO 法人ライフステージさんの企画のリズムやろうぜ無事に終わりました。朝からね盛りだくさんだったね。ライブあり、楽器作りあり、リズムワークショップあり、パレードあり、でさらにライブっていうところでとても盛りだくさんの内容で面白かったです。で、あの福祉のねイベントを全く感じない感じがすごい、やっぱりすげえな、センスあるなって思う。服飾ほとんど感じない、でもちゃんと服飾の要素、みんな共に生きるっていう、生きてる人がみんな参加してるっていう、国籍も関係ない、障害あるなし関係ないっていうところでちゃんとこうグループ邪魔せになってるところがすげえ素敵だと思う。なんかこれからそういうスタイルがやっぱいいなっていう感じするね。あの感じさせないけど感じさせるような感じ、センスだね。でね、まあ重いいですよ。であと音楽っていうツールは本当に改めて強いというか、パワー、もうロックもロックだね、とロックもそうだし、打楽器も今日作ったやつね、打楽器もそうなんだけど、その打楽器の力とロックの力、やっぱり侮れねえなっていうか、やっぱりさすがですっていう感じでした。こんな感じで、ちょっと時々にはなると思うけど、福祉のイベント絡み、音楽絡みもまた交えていけたらなと思います。はい、ということで、ミンテルチャンネル、この辺で終わりたいと思います。あ、結構しっかり、あとあのライブの副理事長だったら歌ってるボーカルね、突き抜けてるよね、突き抜けてきましょう皆さん。ではまた。